今日はゴーヤの即席漬けをご紹介いたします。材料のご説明をいたします。ゴーヤ1本だいたい 200g くらい、生姜1かけら、酢大さじ2杯、醤油大さじ2杯、ザラメ小さじ1、みりん小さじ1で、塩昆布少々で、あるいは昆布だしを少々入れてください。まずはじめに切りますね。で、種を取ります。ワタに栄養、おいしいところがありますので、なるべくワタは残してくださいね。このようにスプーンで取るとね、割合上手取れます。芯を取りましたら2、3ミリに切ってください。切り終わりましたら電子レンジ600ワットで3分から4分かけてみてください。電子レンジから取り出し、冷水に取り、水分をしっかりと切ります。生姜を千切りにします。水分が切れましたらストック袋にゴーヤを入れ、調味料を加えていきます。生姜、みりん、塩昆布、お醤油、お酢、お砂糖、全部加えは終わりましたら、このようになじませて空気を抜きますね。で、ゴムで湯がいてください。1時間ぐらいしたら蒸し上がれます。このようにしてつけておいてください。